かやおきのり、かやおきのり、かやおきのり、1889年、明治22年1月30日から1977年、昭和52年4月28日は、日本の大倉官僚、政治家。父は、国学者の藤井良衣、いつ、母は、愛国婦人会幹事を務めた、かやかま子。4歳の時、母方の王子の家を継いで、かや姓を名乗った。 広島県広島市出身。広島第一中学校、現広島県立国大寺高校、第一高等学校、東京帝国大学法科大学政治学科卒。大倉城に入省し、主に主計畑を進んだ。官僚時代には、陸海軍予算を担当し、少層軍人たちとも親しかった。1927年、昭和2年ジュネーブ海軍軍縮会議。 1929年、昭和4年には、ロンドン海軍軍縮会議に、それぞれ全県団の随員として参加。ロンドン会議では、条約の締結賛成だったために、自席随員として参加していた、山本五十六と鼻血を出す、ナグリーを演じたこともある。その後は、戦時経済政策を方向づけることなどに貢献。いわゆる革新官僚の一人と目され、またその線での活動が目立った。 1937年、昭和12年には、第一次、この絵内閣で、大倉大臣となり、かや財政経済三原則を発表して、日中戦争戦時の予算の党を開いている。この当時から、石渡総太郎、青木和夫と共に、大倉省内産場ガラスと呼ばれるようにもなった。1941年、 昭和16年の太平洋戦争開戦時の東場内閣で再び大倉大臣を務めて戦時経済を担当したが、東郷持長外務大臣と共に米英に対する改戦には終始反対だった。戦時下には戦時交際を乱発し、増税による軍事費中心の予算を組み戦時体制を支えた。その予算編成は、河北における資源開発や 王党は共栄権を中心としたブロック経済を想定したものであり、永久戦犯に指名された理由もこの予算編成の責任者だったことに起因したものと考えられている。戦後永久戦犯として極東国際軍事裁判で終身刑となり、約10年間菅もプリズンに服役。小玉義雄によれば、極中でもこれまで落ちれば、むしろさっぱりして良いですね。 党と悠然としていた党。また、岸信介は、お互い数年間規則正しい生活を強いられた、おかげで、持病等がなくなり、長生きできるようになったと回想している。かやは頭雇持ちだったが、極中生活で感知したという。裁判では、日本の共同防御について戦勝国から問われたが、これについて、かやは、軍部は突っ走るといい、政治家は困るといい。 北だ、南だ、と国内はガタガタで、おかげでろくに計画もできずに戦争になってしまった。それを、共同防御などとは、お恥ずかしいくらいのものだと語っている。逆コース中の1955年、昭和30年9月17日に、鈴木定一、橋本金五郎らと共に仮釈放。1958年、昭和33年4月7日付で、 同日までにそれぞれ服役した期間を契機とする経緯に原型された。同年、第28回衆議院議員総選挙に、旧東京を3区から立候補し、当選、以後5回連続当選。首相となった、岸信介の経済顧問や、外交調査会長として、日米安全保障条約の改定に取り組んだほか、 池田内閣の法務大臣、自民党政調会長などを歴任し、自由民主党右派、高派の政治家として有名だった。池田隼人は、大倉官僚時代に、同郷の先輩であった萱屋に近かったとされ、総理就任後は彼を徴用し、萱屋は熱心に岸の安保改定と池田の所得倍増政策に尽力した。1972年、昭和47年、 政界引退、地盤は、オチ・ミ道オが引き継いだ。自由日本を守る会を組織、中華民国擁護など、独自の政治活動を続けた。アメリカ共和党や中央情報局、CIA そして中華民国の小介石政権に、広い人脈を持っていたり、日本遺族会初代会長となる、党、国際反共主義勢力、自民党、右翼のトライアングルを結ぶフィクサーとして、 国内外の右翼人脈を築いた。2007年、平成19年に開示されたアメリカ国立公文書、記録管理局所蔵のある文書には、CIA が作成した日本の反響化を推進するのための現地協力者、行動員のリストに、かやの名が連ねられている。戦没将兵の単なる遺族互助団体だった日本遺族構成連盟を日本遺族会と解消し、 受け化させた、張本人とも腐れたり、また、永久戦犯として、有罪判決を受け服役しながらも斜面後に要職についたと批判されたりもしたが、その一方で、高派ながら、過去の敗戦責任を痛感して、除君を辞退したり、巣鴨で服役中に刑場に向かう永久戦犯を、目の当たりにした経験から、法務大臣当時は、死刑執行に、否的という一面もあった。 事実、加やが法務大臣だった1964年、昭和39年は、日本の近世以降初めて死刑が実施されない年となった。石原慎太郎が尊敬する政治家の一人で、あんなに冷静で、人を食ってて明晰だった人はいませんと評価している。話し合い、議論して、相手の言うことの筋が通らない場合には、徹底的に論し、軽蔑の上突き放すという。 風貌に似合うところがあった。カミソリというよりも担当のような人物だったという。石原は日本の戦後にかつて履いた大官僚からいい政治家になった人物として顔を上げ、その理由として戦中に軍と戦ったからと述べている。カヤは初めて日本で統制経済をやった人物と評価し、茅自身もこんな貧乏な国が3年間も戦争できたのは 私の財政のおかげですよと言っていたという。妻とは熱烈な恋愛結婚で、妻の通夜の晩には一晩中妻の体をさすっていた。翌日葬儀屋が棺に遺体を入れるときに、体が温かいですねと言われるほどだった。日本社会党の委員長を務めた川上上太郎とは、旧世代一高等学校時代からの友人で、川上が死去したときは、追悼文を書いたことでも知られている。 平沼武雄の平沼家とは近所付き合いがあり、平沼は学生時代にはかやの孫の家庭教師をしていた。平沼が政治家としての実質的なスタートとなる佐藤栄作の秘書になるのもかやの口利きだという。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。